世の中には、絶対に足を踏み入れてはならない場所が存在する。あなたの知らない世界へようこそ。ミステリー調査員のゆっくり霊夢と、マリサだぜ。今回は、奈良県の絶対に行ってはいけない心霊スポット13選を紹介しますね。あんなでっけえ大仏様がいるのに、お化け出るのね。奈良には意外と知られていない禁足地がたくさんあるから、これから紹介してくぜ。ゆっくりしていってねー。歴史ある奈良の中でも歴史的建造物がたくさん集まっている奈良市にあるミナーラは、30年以上も入れ替わりで異なる名前の複合施設として奈良県民に親しまれている場所だぜ。現在はミナーラとして営業していて、食料品売り場は地下ではなく1階にあるんだ。え、なんで食料品売り場が1階なの？普通地下のイメージあるんだけど。それはだな、最初に旧祖号を建設する際に土の中から大量の木管が発掘されたためなんだぜ。ここには奈良時代の有名な歴史上の人物の一人である長屋の王の邸宅があった場所と言われていて、歴史を感じることができる場所でもあるんだぜ。噂ではミナーラの中で働いている人が心霊体験を何度もしたことがあると言われているぞ。街中にある心霊スポットだから心霊スポットが好きな人はアクセスしやすいわね。ビーチな気分は1990年代時点では営業していたラブホテルで現在は廃墟となっている奈良の有名な心霊スポットだぜ。西名阪自動車道の柏インターチェンジから近いことから多くの人が利用していたみたいなんだが、2010年には廃墟と化していたようで、現在ビーチな気分の入り口はバリケードで立ち入りができないようにしっかりとガードされているそうだぜ。このラブホはなんで心霊スポットなの？ビーチな気分というラブホテルが奈良の心霊スポットとしている理由は、廃業のきっかけが殺人事件だと言われているからだぜ。まだ営業していた際に女性の霊の視線を感じるといった怖い噂があって、現在も近くを通ると怖い女性の目線を感じるという人もいるほどなんだ。車でアクセスしやすい心霊スポットなので夜近くを通ってみるのも良いかもしれないな。二神神社は奈良県葛城市にある有名な心霊スポットだぜ。二神神社は現在もお百度参りができる古い神社で、おごそかな雰囲気を超えた怖い雰囲気があることから地元の人は不用意に近づかない人が多いとも言われているんだ。地元の人でも不用意に近づかない場所。相当ヤバいのね。ああ、二神神社の奥では五寸釘が見つかったことがあるという怖いエピソードもあり、夜はほとんど人が寄りつかないんだ。以前、二神神社ではバラバラ殺人事件が起きたことで有名なんだ。未だにその事件で亡くなった人の遺体の一部が見つかっていないとも言われていて、心霊スポットとして注目されているぞ。また、近くには悲しい死を読んだ大津王子の墓があることから歴史好きの人がたくさん訪れるんだ。ホテル海運省は奈良県南部の野瀬川村にある現在廃墟となっているホテルだぜ。かつては美しい雲海が見られることで有名だった人気のホテルだったんだが、現在は閉鎖され廃墟となっているぜ。ホテル海運省で実際に心霊体験をしたという情報はあまりないんだが、ホテル海運省の周辺には心霊スポットがたくさんあることで有名だぜ。心霊体験の情報はないけど、一応心霊スポットって感じなのね。ああ、この野瀬川村自体が山深い場所だから、いつの間にかホテル海運送も廃業しただけで心霊スポットになっているぜ。かつては多くの人が訪れて旅の思い出を刻んでいったホテルだったみたいなんだが、現在は心霊スポットという確証はいないものの、老朽化し廃墟となっていることから心霊体験ができそうなスポットとして注目されているんだ。トンネルやダムが多い奈良県は、その中でもいくつもの場所が心霊スポットとして有名なんだ。吉野郡吉野町にあるつぶろこダムもその一つで、紅葉シーズンは多くの観光客が訪れるんだが、ここは奈良県内でも自殺者が多い場所として有名だぜ。採石所のあたりで霊を見かけたという体験談が多く、夜にダムのあたりを通るときは気をつける必要があるぜ。ここではどんな心霊現象が起きるの？つぶろこダムでは女性の幽霊を見かけたという人が多く、しかもその女性の顔はのっぺらぼうだったと言われているぜ。小雨が降る夜につぶろこダムの道路の真ん中でうずくまっている女性がいたらのっぺらぼうかもしれないな。つぶろこダム付近は明かりがあまりなく普通に運転して通るだけでも怖いくらいだから、夜近くを通るときは気をつけてくれよな。
奈良県天理市にある天理トンネルは、地元の人も夜はできるだけ通らないように気をつける心霊スポットだぜ。歴史を感じられる古いトンネルで、夜になると人気が全くなく、人家も近くに全くないんだ。そのため車で通りがかると何もなくても心霊スポット独特の怖い雰囲気に満ち溢れているぜ。そして周囲の道路はカーブが多いから通行には気をつけてくれよな。近くには自殺の名所としても有名な天理ダムがあり、心霊体験をする人が多いスポットだぜ。昔天理トンネルでバイクの事故があり、事故の真相は今も明らかになっていないんだ。その亡くなった人の霊が今も天理トンネルの中をさまよっていると言われているぜ。また、少年の霊を見たという声も多い心霊スポットなんだ。地元の人も通らないトンネル、冷やかしでは絶対に行ってはいけないわね。イカルガ町にある三室山は紅葉の名所としても有名な場所で、昔から三室山は周囲の山の中でも神聖な山として知られているぜ。え、どういうこと？三室山に時の権力者のみが埋葬される場所があったからだぜ。三室山に葬られると、その人は死後の世界で神様となって子孫を守護すると言い伝えられており、三室山に埋葬されることは当時の人にとってとても名誉なことだったんだ。なるほどねー。しかしだな、その後罪人の処刑場として三室山が使われるようになり、罪を犯した多くの人が三室山で首を切られ処刑されるようになったんだ。そのため、かつては名誉ある三室山だったのがそうではなくなり、現在三室山では武士の霊がたくさん出る心霊スポットだと言われているぜ。神聖な場所が一瞬で心霊スポットになったわ。大渕池は奈良県の高級住宅街の一つとして有名な富ヶ丘団地の中にある池だぜ。周囲は大渕池公園として整備されていて、敷地面積が広く豊かな自然を街中で感じられる場所として、平日休日問わず多くの人が遊んだり散歩したりするのに訪れるんだ。そんな大渕池も奈良の心霊スポットとして知られているぜ。ここではどんな心霊現象が起きるのかしら？この大渕池では昔親子が投身自殺をしたという事件が起こっていて、その時の親子の遺体が未だに見つかっていないと言われているんだ。その事件以来大渕池の周辺で親子の霊を見かけたという噂がたくさん出ているぜ。昼間は小さな子供から大人まで楽しい時間を過ごす大渕池周辺ですが、夜は怖い心霊スポットになるのであまり近づかない方が良さそうだな。ウグイスの滝は奈良県のドライブにもおすすめとして有名な神話格差山ドライブウェイの途中にある滝で、パワースポットとしても人気の観光スポットだぜ。はい、パワースポットなのか。しかしだな、ウグイスの滝は昔から心霊スポットとしても地元の人をはじめ多くの人に知られていて、ウグイスの滝の滝壺の近くで写真を撮るとオーブと呼ばれる人玉がたくさん写真に写り込むことがあると言われているんだぜ。またウグイスの滝では夜訪れると持っていた懐中電灯の電源が突然切れる体験をしたという人もいるんだ。昔からウグイスの滝の近くではさまよい歩く女性の霊が出るという噂もあって、長きにわたって奈良の心霊スポットとしてよく知られているぜ。楽しいドライブで訪れることもできるスポットだけど、心霊スポットとして意識するとまた違った印象になりそうだね。奈良県の桜井市にある旧鹿路トンネルは桜井市と吉野郡を結ぶために作られたトンネルで、現在は周辺の道路が整備されたことを受けて通行量が減り、あまり整備されていないんだ。また、照明が少ないため夜通るときは全く周囲が見えないという怖い体験ができるトンネルでもあるんだぜ。そして、ここは急勾配のトンネルであることから、通り抜けるだけで冷や汗をかきそうな雰囲気だぜ。ここではどんな心霊現象が起きているの？旧鹿路トンネルではいくつかの心霊体験に関する噂があるんだぜ。昔焼死体が発見された、霊がトンネルをさまよい歩いていたなどと言われているんだ。心霊スポットにふさわしい古い廃墟のような不気味な雰囲気なのも心霊スポットとして知られるようになった理由かもしれないな。生駒市から北摂方面へ抜ける途中にあるクロンド池は、近鉄京阪奈線の学研地帯駒駅からバスで約20分でアクセスすることができる心霊スポットだぜ。クロンド園地として整備されている公園にある池で散歩や観光で訪れる人も多いんだが、夜になるとその雰囲気は一変するんだぜ。何が起きるのかしら？クロンド池は自殺の名所とも言われている心霊スポットで、夜は街灯が少なく車で近くを通るだけで怖い雰囲気があるんだぜ。
クロンド池では昔クロンド池で亡くなった人の霊が今も夜になると彷徨い歩いていると言われているんだ。池の中に投身自殺をした人やトイレで首吊り自殺をした人がいると言われていて、遊び半分で夜訪れることはやめておいた方がいいぜ。奈良ドリームランドはかつては奈良県内外から多くの人が遊びに訪れた遊園地だったんだぜ。1960年から2006年まで約半世紀もの間営業を続けていた遊園地は、ディズニーランドや USJ などの新しい遊園地ができたことで閉園し、現在は廃墟と化してしまったんだ。現在は誰も奈良ドリームランドに立ち入ることができないものの、心霊スポットとして注目されているぜ。廃墟となった奈良ドリームランドの観覧車が誰もいないのに回っていたのが何度も目撃されているぜ。かつては多くの人が楽しむ場所だった場所が廃墟となり心霊スポットとしての真実味をより増していそうだね。ああ、立ち入ることはできないけれど、近くからでもその怖い雰囲気は感じ取ることができるんだ。山に囲まれ県の面積の半分以上が森林の奈良県には数多くのトンネルがあり、心霊スポットとして知られているトンネルも数多くあるんだ。行者館トンネルもその一つで、国道309号線の上北山村と天川村の境にあり離合できない狭いトンネルだぜ。古びた廃墟のようなトンネルは通り抜けるのをためらってしまうほどなんだ。行者館トンネルの中は照明がなく、夜通り抜けるのは怖いので本当に肝が冷える思いになるんだぜ。昔から霊山として崇敬されていたエリアであることから強力な霊気が満ちているのは間違いないんだ。心霊現象としてはトンネルを通るとタイヤがパンクしたり老婆の霊が出たりすることでも有名な心霊スポットだぜ。めちゃくちゃ怖いね。なるべく通らない方が良さそうだな。だな。というわけで今回は奈良県の怖すぎる心霊スポット13選を紹介しました。感想やリクエストなどあれば、気軽にコメントくださいね。オカルトや都市伝説が好きな人は、チャンネル登録してミステリー研究員の一員になってくださいませ。それでは次回も、あなたの知らない不思議な世界をお届けしていきます。ご視聴、ありがとうございました。